どうも、キスケです。本日は三進論と数進論の凸が上がりすぎたので使っていく感じですね。はい、使いたくないんやけどねマジでショックやわ、ほんまに。三進論に関しては赤4凸、前線で戦えるね。で、数進論に関しては赤1凸ということで、まあ、爆上がりしたわけですわ、凸が。まあ、だいぶ強くなったんじゃないかなと思うんでね、 GT パーティーで戦っていこうと思います。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。はい、マッチングしました。悟空パーティーですね、対戦やっていきましょう。お願いします。何色出てくんだろうな。バカ野郎とマタナは出てきそうですよね、これ。まあ初手じゃあこういう感じでいきましょうか。はい、お願いします。おお、ただこいつ特殊カバチェン持ってないやろ。バカ野郎とマタナはやっぱ出てきたね。さあ、邪悪竜の力を見せつけてあげますよ。はい、ナイス。せっかくやからこっちで殴ろう赤一凸やから結構火力は出るよ。強くね。うまい。ヒン。で、多分変身してくるんで、オッケー。はい、あー、噛み合いか。オッケーオッケー、タックル見えてないはず。いやー、ナイス、それ美味しい。あー、消えちゃったかくっそ残念賞。うまい、攻めてこないタイプやね。あー、突っ込んでくるすげえな。はい、ナイス、欲張ったね。はい、ライジング、これが強いんです、皆さん。これが強いのよ、交代禁止が。あー、よかったこういうこと言うとライジング読まれちゃうんだよな。で、これ交代禁止のまんま有利属性で始まるんでね、超強いよ。OK、 強っ。まあこれはしょうがない。まあこれででも2対1にはしたんで、あー、3対1、ビャー、うまい、ソーリー。なんだそれ、なんやそれ。入んのか。わあ、回避出て。オッケー。このまま火力稼いで時間稼ぎますか。いやー、使っちゃおう。はい、カチャーいいんですよ。声がいいわ、いい火力。手札吐きつえ。はい、やめてください、命だけは。シャそう、盾持ちなんだよな危ねえ危ねえ。見ましたか、戦いとはこういうものです。はい、マッチングしました。サイヤ人パーティーですね、対戦やっていきましょう。強いぞこの人は絶対このパーティーはべらぼうに強いぞ。大丈夫か。
大丈夫なのか。お願いします。 OK。 いや並び順もかっけえや、相手のエンターテイナーですね。ミスった。時止めやと思った。最悪、やらかした。全然能力覚えてなかったわ。失敬。通常で押さえて。オッケー、危な。たまにね通常出ないんだよな、残念なことに。オッケー、ラッキーラッキー。ギリギリやな。はいはい、カチャー。強え、意外と火力高え。はい、オッケー、オッケー、ナイス。ライジングやな。あー、いやこれちょっとミスったかも、違ったかも。やらかした。こう振り属性スタートのバニシング。いやバニシングは回復したんか。これはね失敗ですね、俺が下手くそすぎた。キャラチェンしてライジングでよかったな。はい、残念。いやーどうしようかこれ。はい、紫捨てていっか。じゃあクリューにちょっと頑張ってもらうか。これ黄色スタートなんでだいぶいいと思う。いやー呼んでいく、これは運ゲーだ。ラッキーラッキー。ああざっす。はい、皆さんお疲れ様でした。今回は凸が上がりすぎた、三神論と数神論使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。凸がやっぱ高い分強いね。火力もすげえ高かったし、なんか悪くないんじゃねって思ってきちゃったよ。まあ相当今の環境で当たっちゃうとね、鬱陶しい性能はしてると思うんで、使ってみるのもいいんじゃないかなと思います。ということで、よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。